第81期 A 級順位戦主催朝日新聞社毎日新聞社は最終9回戦計5局の一斉対局が3月2日木に静岡県静岡市不月楼で行われました通称将棋界の一番長い日このうち6勝2敗で2位につける藤井聡太竜王は稲葉明八段と対戦角換わりの戦いを91手で制して7勝2敗に星を伸ばしました これで名人調戦権の行方は、この日同じく勝った広瀬昭人八段と藤井聡太竜王との間のプレイオフに委ねられることになりました。水面下の腰掛け銀研究。先手の藤井聡太竜王は得意の角換わり腰掛け銀の戦型に誘導します。仕掛けをめぐる前の測り合いが続いた後、藤井聡太竜王が4筋の歩をついて、早速先端が開かれました。 先手の藤井聡太竜王は地玉を戦場から遠くに囲っている点、後手の稲葉八段は四筋に回った、飛車の守備力が高い点を主張して、戦いは中盤戦に突入します。局面は藤井聡太竜王の攻め、稲葉八段の受けという構図で進展しています。 稲葉八段が飛車を自陣二段目に引いて守備陣の立て直しを図った時先手の藤井聡太竜王はすぐさま持ち駒の角を後手陣に打ち込んで飛車取りをかける決断の攻めを敢行しました返す刀でこの角を銀と差し違えたのが継続の攻めで藤井聡太竜王としては駒損ながらも細い攻めが続いて十分という対局感です角切りの猛攻で藤井聡太竜王が優位に 累計的とはいえ、すべての実戦例を離れた中盤の難所前に、共に長候を繰り返しながら、慎重に指し手を進めます。1筋と3筋の負の突き捨てた先手の藤井聡太竜王は、立て続けに盤面中央で銀行間を迫って、戦線を拡大。これがクソンの時は、急いで攻めるの原則に忠実な攻めとなり、仕掛けからここまで流れるような手順を披露した藤井聡太竜王が優位に立ちました。 後手の稲葉八段は攻撃の要である飛車が自陣中央に遊兵された形で防戦一方の苦しい時間が続きますそれでも持ち駒の角を先手陣に打ち込んでいったのは唯一ともいえる反撃筋直後に放ったただ捨ての銀も迫力のある勝負手で先手が攻守の判断を誤ればすぐに逆転という状況を保ったまま盤上は終盤戦を迎えました藤井聡太竜王が冷静な着地決める 肉薄を続ける小手の稲葉八段が、一旦自陣に手を戻して、土金を取った手が、藤井聡太竜王からの最後の攻撃開始の合図となりました。稲葉八段の必死の防戦にもかまわず、金捨ての手筋で守備銀の危機をそらし、局頭に土金を作ったのが最後の決め手で、一気にあと手玉への包囲網を絞り切りました。 終局時刻は19時52分、地玉の寄りを認めた稲葉八段が投了を告げた瞬間に藤井聡太竜王のプレーオフ進出以上の成績が確定しました。敗れた稲葉八段は4勝5敗となりました。 その後、菅井達也八段とのアイナグマ戦を制した広瀬八段が2敗をキープしたため、今季永久順位戦は渡辺明名人への挑戦権をめぐって、広瀬八段と藤井聡太竜王の間でのプレイオフが8日に行われることが決まりました。なお一方で糸谷哲郎八段と佐藤康光九段の B 級1組への高級が決まっています。充実感があったかな、藤井聡太五冠も満足。 老舗料亭が将棋界の一番長い日の舞台に6年連続選ばれた理由。将棋の八大タイトルの一つ、名人への挑戦権を争う A 級順位戦の最終局が3月2日に行われ、藤井聡太五冠が勝利しました。この価値ある大会で6年連続会場に指定されているのが静岡市の不月楼です。選ばれるのには訳がありました。 名人への挑戦権をかけてトッププロ10人が総当たりで争う永久順位戦将棋界の一番長い日として知られる最終局で注目の藤井聡太五冠は稲葉明八段に勝ち広瀬昭人八段とのプレイオフに進出することが決まりました藤井聡太五冠6時間という持ち時間をしっかり使って考えることができたかなとは思うので充実感があったかなと思う不月老若み久保田明子さん こちらが藤井聡太五冠が対局したお部屋です。滝沢由紀キャスター。広くて立派なお部屋ですよね。藤井聡太五冠の気持ちが味わえている気がします。そして背景に桜が綺麗に咲いています。藤井聡太さんもこの桜を見ながら対局していたと思うと、趣深い気持ちになります。対局の会場は静岡市葵井区の不月楼。1891年に開業した老舗料亭で、 徳川15代将軍吉信の屋敷跡という由緒ある場所です。なぜこの料亭が6年連続会場に選ばれたのか。理由の一つが食事です。2日勝負飯に藤井聡太五冠が食べたのはこの日限定の特別メニュー八重洲南マグロ丼と3月10日から一般販売されるランチ用の不月消化堂です。不月郎若岡美久保田明子さん。不月消化堂は静岡の地のものをたくさん取り入れた料理です。 また、素晴らしい景観や接客は、勝負に集中する騎士たちにとって、心のオアシスになることも、対局会場にふさわしい要因です。不月老若おかみ、久保田明子さん。先生方に、対局に集中していただける環境をご用意させていただくことだけに集中して準備した。不月老が、騎士に指示されている理由は、この他に JR 静岡駅近く、対局場にホテルが隣接しているといった立地の良さなどもあるということでした。 藤井聡太五冠、順位戦最終局を飾った勝負飯は、静岡市、不月老オリジナルメニューに注目。藤井聡太五冠をはじめ将棋のトッププロ10人が、名人への挑戦権をかけて、静岡市に勢揃いした A 級順位戦最終局。この対局では、熱戦とともに、勝負飯にも注目が集まった。果たして、藤井聡太五冠が食べた勝負飯とは、全国の将棋ファンが注目した2日の A 級順位戦。 注目のの勝負の行方だが、最終終局を終えた2日、藤井聡太五冠と広瀬昭人八段が7勝2敗と同じ勝敗となり渡辺明名人への挑戦権をかけて3月8日に都内でプレーオフを戦うことになった藤井聡太五冠子供の頃から名人は大きな存在だと思っていたので名人戦の舞台に立てるように頑張りたいなと思う今回の対局で最も注目された棋士といえばやはり藤井聡太五冠 若干回二十歳ながら次々とタイトルを手にしている人気棋士2日も藤井聡太五冠の姿を一目見ようと会場となった不月楼には多くの女性ファンの姿がアイドル並みの人気の藤井聡太五冠らが対局とともに注目されるのが勝負飯2日の対局で藤井聡太五冠らが食べた昼食不月楼が今回の対局のために考案した食事だという不月楼久保田明子若女将 将軍御前といって、静岡の地のものを一品一品ご用意させていただいているメニューでございます。消化道の形でございますので、少しずついろいろな食材といろんなお味が楽しめるので、少しでも食事が楽しい場で、先生方の癒しの場になればいいなという思いを込めて、料理長が考えたメニューです。メニューは、由いの桜エビを使用したご飯や、富士宮マスの西京焼きなど、静岡県内産の食材をふんだんに使用した料理の数々に、 トップ騎士たたたちも満足した様子だったといい。ロ月郎久保田明子若おかみ。召し上がって対局場に戻られた後のお皿の様子を見ると、ほとんど皆様が召し上げていて、それを料理長と見て、よかったねと感外深か,かったです。今回提供された将軍御膳は3月10日から一般にも昼食メニューとして販売されるということだが、すでにファンの間では、フ月郎久保田明子若おかみ。 お問い合わせも大変多くて、先生が召し上がったお料理をど、牛たらいただけるのかという問い合わせが本当に多いです。ちなみに夕食は、天丼やステーキなど、5種類の中から好きな食事を選べる形式で、藤井聡太五冠は八重洲南マグロ丼を選んだと言う。不月郎によると、夕食で提供したメニューに関しては、店舗では取り扱っていないと言う。 若おかの久保田さんは、今回の対局で注目となったことで、静岡の食の魅力を全国に紹介したいと意気込んでいる。不月老、久保田晃子若おか静岡県内のお客様に限らず、全国の将棋がお好きな方に、少しでも先生と同じメニューを味わっていただける場として、皆様に楽しんでいただければ、嬉しいなと思っています。